はい、じいちゃんです。こんにちは。今日はね、また、第2弾、関ヶ原の、島津義弘の陣を張った後、西軍の勢力となります。そうですね。分かってないな、赤ちゃんは。分かってないな。分かってない。これ、ここかな。今日もね、行きたいと思います。うん、この辺ですな。これじゃない？よし、僕が OK、うん、とりあえずこの角度ですな。うん、はい、ね、ここは僕が昼間来て、島津義弘さんの陣営があったとこなんですよ。いや、今ね、ちょっといろいろ観測しようと思っております。ね、ここね、僕が来て、先に感じたのが、はい、うん、とにかく僕に似たタイプの人です。あのね、本当ね、一番、まあ、何だったっけ、石田三成、はい、今日はこっちがやった徳川家康、徳川家康とかちょっとちょこちょこ昼間回ってみたんですけど、この今日3つぐらい、前入れても3つぐらいしか回ってないね、陣営って。まあその中でちょっとね、ここの陣営だけどめっちゃどうだろう、ほんとね、島津を中心にして、うん、全体的にめちゃくちゃ強いんだけど、島津を筆頭にしてここ5人ぐらいがすごい腕っぷしのいいやつらが5人集まってるんですよ今ね、すごい感じるんですよ。すごく、なんちゅうんだろうな、どうなんだろう、今で言うと本当にもうめちゃめちゃいけるプロレスラーが集まってるの、陣営の。あ、格闘団体が集まったような。そう、もう本当に昔で言うと特攻隊長みたいな、ゼロ戦で、何も武器もずぐにガソリンも往復ない片道切符っていうぐらいの陣営なのだけど、このここ大好きなのがこのわがままさこいつマジっすよ。これを好きになる人、嫌いな人が多いかもしれんけど、めっちゃいいこの人。まあなんていうか、型から外れた人は好きになるタイプよね。そうだね、型にはまったなんていうのタイプだと、なんだこいつ言うこと聞かんし鬱陶しいなってなるような。でも2人だけは結構2人、うん、その強い中で2人は結構真面目に俺は戦うとか行きたいっていうタイプなんですよ。ほー、うん、だけどね、ここはすごい、うん、この島津義弘さん、うん、写真はこれと比べてどんな感じですの？ちょっと違う、だいぶ違うって。こんな優しい顔じゃないです。もうちょっとこんなイケメンのピシリッとしてはいないです。うん、もっとこわもてな感じ。こわもてすごいこわもてでだけど石田家の中ではもうほぼほぼ強いね。めっちゃ強いけどすげえよ。もう変な話、鬼に金棒って言うけど多分鬼に金棒うん、鬼始末なだけに本来だったらズタズタって槍とか言ってけど、槍も手で掴めれるような腕力がある。あ、うん、すごい、本当にパワー系の、パワー系だけ、うん、すごいね。僕ここのこの島津出たすごいねって言うけどさ、うん、なんていうか、もちろん俺らはゲームの知識とかそういうなんか、うん、いろんな本の知識しかないけど、うん、
ってるのがすごいわ。あのね、うん、ここはすごい。この今までこうやってわーって見てきた中で、うん、広場の中で一段とこっちのパワーがあるってけど、だけどムイ君はもっと上のやつがおるって言ったじゃん。うん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 。あの評判的に言うと、うん、本田忠勝の方が強いっていうレッテルがあるな。本田忠勝の方がそこ行ってみてわからないね。なんていうか、島津義弘が強いっていうのは本なりゲームなりやってればわかるんですよ。そのモさんたちよりも島津の方が強いんやって、うん、なんかね、まあ、なんちゅうの、強さで抑え込んで強さを使ってるって感じ。あ、本当になんか学校でてっぺん取ったぞみたいな、そういうヤンキーのあれでしょ。学校どころじゃないと思うな。本当そこの地区になんか相番偉いやつ、強い、一番強いやつ。あ、はいはい、あのどこどこ町の番長みたいなやつら同士で殺し合ってっぺん取った、殴ってお前俺の配下になれっていう感覚。俺の下につけ。あなた好きそうやな。絶対好き俺この人は。あ、ここはすごいぞこの人。あ、ヤンキー好きに受けるタイプの人か。そう、うん、でもなぜか知らんけどこれ終わってから自分に命ないんだよ。これ終わってからの消息が見えないんだよな。島津義弘最後どうなったんだ。だんもう虫が。でもこの人は偉いのは、うん、自分も戦うっていうところがすごいね、率先して。ああ、ちゃんとリーダーとしてのカリスマ見せつけてるんだ。カリスマどころじゃないな。、うん、でも配下が死ぬ率が少ない。ここ強えわこいつ。喧嘩いいな。ここオーブも結構ボコボコ取れてる。あ、ん、今これなんか言うんだ、あれを。父親が俺を呼んでないぞ。まずシーバー、ここがここにずっとおるわけじゃないもんな、この人。ん？撤退のこと以外でも？いや、撤退でここにおるわけじゃないもんな。ん？島津がここにおったわけじゃないんだよね。最初ここに陣を構えて、まあ好きなようにみんなで戦えばいいんじゃないぐらいなことを言って、そこそこ奮戦して最後敵陣突破で関ヶ原は出番終了ですけども、あの島津の続き、ここ終わった後もうあの薩摩に帰ってますね、九州地方に。でその後徳川が要は全国制覇成し遂げてるから、あの同盟を結ぶ感じで和平交渉に当たってて、時期病気で亡くなってる。どうだろう、病気とは書いてないけど、でも隠居後は若者たちの教育に力を注ぎ、享年85歳。85歳で死んで、この時義弘の後を追って13名の家臣が殉死しているって。めちゃめちゃカリスマあるやん。すげえカリスマやん。やっぱすげえな。85歳まで生きてなおそれだけのカリスマ持ててるってすごいね。すごいね。こんな剣強かったら折れるぞ普通。一生ついてくっすっていうバカがいっぱいいたんだろうな。いや、ここはね、僕としては本当にすごい歴史の中で、うん、石田さんも好きやけど、島津さんすげえ。俺も多分好きになる。ああ、強さはな、うん、勝っても負けてもとりあえず仲間になれるぐらいには。そう、人を裏切らないっていうところが素晴らしいね。ああ、確かにそういうのないな。男気があるっていうか。男気しかない。ね。
すごい、こんな人がいたんだえいやね、こういうところにみんな戦国好きとかハマっていくのよ。なるほど。こういうなんか生き様がかっこいいだったりそういうのがあったりするから。おー、いや俺も今日ここ行って初めて知りましたこれで初めてですってよだってこんな島津っていう人知らねえもん俺。さすがにね、すいません、ここが終わってからの途切れたのがどうしても読めなかったのは、うん、終わってすぐに立つ前にそりゃ無理だよ読めません、死んだんかなと思ったもん最初。その後すぐにお見送りしてる暇もないよ多分、こんなさ急に薩摩に帰るなんて記事になってたら。うん、道理で切れてますわ辿れません、そこまでさすがに僕も。だけどこの、うん、この中で多分なんだろう、陣営、うん、なんかね、大将その含めてでほぼほぼ殺されてないと思ってくれればいいです。あー、うん、それはすごいね、関ヶ原でほぼほぼ死なないって。ほぼほぼそうだね、変な話3対1で戦っとる中で3対1で余裕なところ知ってる陣で言えば化け物だな、そんなのがゴロゴロいんの。そう、うわ、こうは近寄らんわ俺それ。すごいね、この人ヤンキーどころか極道レベルじゃん、なんか伝説の極道だようん、これで見るとすごい。それとすごいのが、うん、飯食べるよ。違う、うん、いや自分はね8分目、7分目、6分目、5分目なんだけど、うん、その部下に食わせる、大量に食わせるご飯を、飯を。ああ、うん、やっぱ強く、なんていうの、強くなるにはどうするかってこと分かってんだな。自分が一番守りたいんだよというよりね、自分は、俺を守れ、自分は自分で守れっていう人。ああ、うん、かっこいいな。かっけえ、この人うん、そう、ちょこっとね、たどりし、ちょっと年数が経っとるでたどるのが大変なんだけどでも言うて400年前ようたどれますな。うん、長いな、ちょっと少し物語を言うと、おう、手助けをしてる。あの、自分の部下が押されてると、うんうんうん、それを助けに行くタイプって思ってくれればいい、皆さん。あ、本来はやらない。それがあの、なんかあの、今日は好きなやつが好きなだけ手柄を立てたらいいに繋がるのかな。自分があまり表に出ないのは他のやつに手柄上げさせるためみたいなのもあって。そういう考えとる人じゃない。あら、あら、うん、そういう考えではないみたいな。うん、だけどなんだろう、うん、やりたけりゃやる、もうとことにかくやれって感じ、みんなに。ああ、押されてるなと、うわらーってボトボトボーっていく感じ。ちゃんと、なんていうの、自分の手下っていうか部下を守る。いや、部下もでも殴ってっからな自分なんか陣営も、陣営がうん、なんかうわらーって言っとる間に、うん、陣営、自分たちの陣営も殴ってまっとるって感覚だからこの人、いわば頭に血が昇ると見境ねえなっていう人だよな。こうはでも強えな、この人。うん、ああ、いや、部下がすげえな。まあ、そのなんていうの、うん、各地の番長クラスがなんていうの、慕って集まったような人でしょ。慕って、そうだね、引かれてく人間っていう。うん、最初は力で抑えてるんだけど、そう、なんか、うん、いざなんかこいつと関わったら、こいつめっちゃいいやつじゃんみたいなことに気づいて、そうなんか仲間になる。ピッコちゃんそうピッコとかベジータじゃんってもうね、やばすごいね、この人。歴史の中で多分この中では、陣営の中では一番統一された強いチームかな。おー、うん、強い、俺好きだ、この力づくっていうのは皆さんにはどう伝わってるか分からない、ちょっと興奮してますね、僕
うん、ね、俺よりモチベ上がってるよ。え、歴史が分からんけど、まあ、でもあのむちゃくちゃ言ってね、嘘の面もある、あ、違うだろうと思うかもしれませんけど、僕が見れるのこれぐらいしかないですね。どうなんだろうね、最近のドラマの誇張されっぷりも大概だけど、どう、あなたのセリフ知らん人から聞いてどう聞こえるんかな。分からん、嘘つきやと思って思われるんじゃないの。何をめちゃくちゃ言ってるんやって言われてるかもしれんけど、僕の場合はスライドで映像が送られるだけだから、それももう何百年も経ってるものを閉じ込み出すわけですから。今日バイトレベル本部すごいんすか、やっぱ。え、それはこの島津さんたちが倒した、それ、島津さんが倒した人、うん、もあるし、新しい新やつもあるね。カリスマに引き寄せられたか。ここ2年だよな、当人。何やで、この後の島津が、あの、あれか、薩摩に帰って、あとは弟子の子、なんていうの、弟子っていうか、うん、若い人たちの育成に力を注いで、85歳でお亡くなりか、83? みんなでこの後のことが全然、どういうことか、やっと分かった。さすがに遠くまで行かれたら分かんないですね。九州だもんな。分かんないな、やっぱ。県1個またぐぐらいならともかく、九州って、いや、県またいだからでも俺分かんないじゃないの。100メートルって分かったんだ。